後、とてもいいお酒の香りがしています。今私がいるのは関市チワン族自治区八市の南丹県。南丹県の地酒は丹仙酒という焙酎です。これから焙酎の作り方の見学や試飲にも挑戦してみたいと思います。行ってみましょう。この辺もお酒の香りがふわっとしていて、なんとなくそれだけで酔っ払ってきそうな感じもします。わあ、すごい甘い香りがします。先生、こちらは丹仙酒55度で、ジャンシャンタイプというすごく香りがいいお酒です。飲んでみます。口当たりはすごい柔らかいで、ね、香りがいいですね。で、飲んだ後もこう口の中に香りが残る感じで、とても美味しいお酒です。割と焙酎、白酒は強いっていうイメージしかなかったんだけど、これはとても飲みやすくて、中華料理と一緒だともっと飲みやすくなると思います。皆さんもぜひ試してみてください。